前半の11分清水エスパルス先制のシーン、ここも大前元気が収めてノバコビッチ。そうですね、長澤、大前、ノバコビッチですね、この辺長いボールに対してうまくバランスを取りながら大前、ノバコビッチ、まあ、他の選手もそうなんですけども、ツートップに、ワントップですね、ノバコビッチと長澤にうまくこう絡んできてますよね。はい、まさに清水の狙い通りパターンとなる攻撃でありました。そしてその8分後、大前元気のロングパスを受けた河合が狙いに行って、最後こぼれ球をノバコビッチが押し込みます。でも、ね、大前が中に入ってボールを触って、まあ、サイド河合のところ少しパスが、ね、短かったんですけども、うまくそこは河、ね、合が、判断をして高いカットインしてきましたよね。はい、まあ、最後は、ね、ここノバコビッチうまく詰めて思い切り振り向きましたけどね。これで前半2点のリードの清水。30分には徳島のフリーキック、これがヨンアピンの左腕に当たりまして、フリーこれが PK の判定です。しかしこの PK、くしびきが取れます。まあ、この辺りでも清水の流れありましたね。そうですね、まあ、このね、高崎のシュート、まあ、かなりプレッシャーかかっていたと思うんですけどね、ちょっとコースが甘かったですね。0対2、PK の失敗もありました。清水のムードで後半に入ります。しかし立ち上がりは後半13分、徳島がファーストシュートでした。クレイトン・ドミンゲスのクロスに津田のシュート。田口さん、枠は捉えきれませんでしたが、一つ形になりました。そうですね、まあ、左サイドを取った後のクロスボールからの、まあ、シュートまで、という形でしたね。清水はこのクロスのこぼれ球をシュートを放っていったのは吉田、さらに拾って大前元気がこの距離感狙いますが、これはディフェンダーに当たって力なく、まあ、このこぼれ球からのね、清水の攻撃なんですけどね、すごく迫力ありましたよね。まあ、一つミドルシュート、そのこぼれ球、ここのね、川前、大前のコントロールですね、コントロールからの、まあ、このシュート、少しでも前が空いたら打つところですよね。この辺りからも諦めない姿勢、得点の匂いを感じさせる大前のプレーでした。そして31分には3点目、大前のパスを受けた高木俊之、落ち着いて決めます。まあ、徳島のミスからというところですけども、まあ、見逃さず、このスルーパスのタイミングも素晴らしいですね。はい、まあ、高木が最終的に抜け出していくんですけども、オフサイドにならないタイミングで、スルーパス出しましたよね。はい、さあ、そして4点目もご覧いただきましょう。エースの得点がありました。アディショナルタイムに入ってから前節もこれぐらいの時間帯でのゴールでした。お前反転して2人をかわして、最後はキーパーの位置を見てシュート。そうですね、ここも斜めに入ってきたところ、もう相手の逆を取って、ですね、素晴らしいシュートですよね。最後福本をブロックして長谷川の位置を見て抜いて、すぐさま右足に合わせていきました。結局0対4で清水エスパルスが大勝さ